どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画は新居初の今月のお気に入りを紹介します。引っ越し後初の今月のお気に入りということで QOL 爆上げしたい時期なんですよ。なのでおしゃれだけどお手頃、使い勝手の良い家具だったり、あと私今外見もそうなんですけど内面もちょっとグレードアップしたいなと思って、いろいろ心がけるために取り入れたアイテムとかもあるので、あとは安定のもちろん美容系も今日の動画には含まれてます。それでは紹介していきます。スタート。まず一つ目のアイテムはじゃじゃん、キムジョプロ46,200円。ちょっとお高め。前使ってたドライヤーが7年-8年ぐらい使っていたので、さすがに買い時だと思ってヘアビューロンリファキムジョプロで迷っていたんですけど、なんでキムジョプロにしたかっていうと軽いかつ風量がすごいんですよ。なので乾くのが早い。特徴としては一番上が風量を調整できるボタンなんですけど、でこれが3段階も温度が調整できるボタンがついていて、私はその急いでない時はこのシルクモードを使っているんですけど、このシルクモードっていうのがシルクディフューザーとシルクヒーターから2種類の遠赤外線が発生します。でこの風と熱とダブル遠赤外線の相乗効果でドライ時間を大幅に削減、だからもうその美容室でのサロンワークの効率化を実現するために作られたみたいです。これに変えてからマジでドライヤーの時間がかなり短縮されました。あとね、軽いからその今まで抱いていたドライヤーで疲れるよねみたいなのがそういえばないなっていうくらい、本当にドライヤーの時間がストレスフリーになりました。強いて言うなら普通のドライヤーとなんかね風の種類が違うんですよ。私ダイソンの音苦手なんです。ちょっとその音に似てる。だけどその軽いし本当に乾くのが早いから3回目ぐらいに使う時には慣れました。もう私の中でドライヤーの音ってこれだみたいなくらい、ちょっと私の価値観が変わったくらい今では気にならなくなりました。ドライヤーの時間を短縮したい方、重たくないドライヤーが欲しい方、使い続けていくうちにツヤが出てくれるようなものが欲しい方にとってもおすすめのドライヤーです。続いての今月のお気に入りはトイトイトイシャンプーです。ニーナさんまたシャンプーって感じだと思うんですけど、そうなんですよ。私この時期今すごくシャンプーだったりトリートメントだったりヘアケアにすごく力時間を割いていろいろ模索してるんですけど、結構その時期によって究極のものを探す旅に出てるので、ちょっとまだしばらくヘアケア紹介していくので、これは私が最近通いまくってる美容室があるんですよ。栗林くんっていうね美容師さんがいるんですけど、すごくねいろいろヘアケアの知識があってとても信頼してるんですけど、その子が紹介してくれたシャンプーになります。でちょっと高いって思ってたんですけど、いやニーナさん僕にとってこのトイトイトイシャンプーに勝るものは今はないと思ってるんでみたいな、そこまで言われたらもう試してみるしかないじゃんと思って試したら本当に良かった。これの使い方としては普段通りシャンプーとしてまあ泡立てるんですけど、質感が変わるんですよ。泡立てていくうちにその質感が変わるまでしばらく髪の毛になじませて流すっていうものなんですけど、2週間目くらいかな、なんか本当に髪質が変わったのかってくらい手触りが良くなって、使っていくうちに髪の毛の見た目が綺麗になる。もう本当絹髪みたいな。詳しい成分ルイボスエキス、これが保湿成分ですね。4種類の植物エキスが髪に水分を与えしなやかさを保ちます。でねこれ何が特徴かっていうと浸透性の美容成分だから、髪の毛に浸透しやすい美容成分が入っていてすごく染み込みやすいんですよ。で乳化状の美容液成分も入っているので髪の毛の中身ってスカスカして、でそれって治らないって言われてるんですけど、それをね補修してくれるって言われてるものなんですよ。いや髪の内部から補修してくれるシャンプーっていうのがすごいですよね。香りがグレープフルーツ柑橘系の香りになってます。今ヘマチンシャンプーねみんなヘチマンシャンプーって私ずっと言ってたのみんな正してくれたんですけど、本当にずっとヘチマンシャンプーだと思ってました。本当あのヘチマだと思ってました。そうよかったら皆さんも試してみてください。続いてのアイテムはこちらデリーフベタールートウォータートリートメントって言って、本当ねお水みたいなんだけど、つけてみるとオイルのような質感になっていて香りもすごくいいんですよ。頭皮にこうやってつけるトリートメントなんですよ。あの最初ねこれ
頭皮につけるからなんか髪の毛トリートメントできてる気がしないなとか思っていたんですけど、本当にこれで頭皮につけて、あとは毛先まで普通にこうやって伸ばしていくだけですごく髪の毛が柔らかくなる。男性が思うザ女の子の髪の毛の手触りみたいな感じになれるんですよ。わかります？伝わります？この感じすっごいね。今の私の髪の毛めちゃくちゃ柔らかいんですよ。まあヘアケアをちょっと私が使ってるのとまとめると、このトイトイシャンプーとデリーフのウォータートリートメントと、毛先だけちょっと私髪の毛今伸ばしているので DRH のヘマチントリートメントを使っています、うん、だから今私の中でねこの4セットが今は無敵です。続いてホワイトボードです。いや今月のお気に入りでホワイトボードを紹介されてもって思われるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと私のホワイトボードめちゃくちゃいいなって思った理由があるので紹介させていただきます。 Amazon で776円で買えました。使う用途としては、今日やるべきこと、今後やらなきゃいけないこと、自分を褒めてあげるべきポイントみたいなのこの辺とかに書いたりとかして使っているんですけど、あとあの安いねホワイトボードにありがちな書くと消しても綺麗に消えないみたいなことがない、しっかりちゃんと綺麗に消えます。付属品としてはペンがついていて、ここになんかクリップ紙だったりとかを挟んだりとかできて、文字でいっぱいになってしまった場合にこのペンを置ける場所もついています。裏はね縦にもかけられるようになっているし、横にかけるようにもなっています。でなんで私がこれを買ったかっていうと、あの今まで iPhone に今日やるべきこととかいろいろ書いてたんですよ。でも携帯ってずっと触っていても目も開くことを忘れたりするじゃないですか。だから部屋のどこかにやっぱりトゥドゥーリストみたいなの置きたいなと思っていたんですけど、まあ引っ越しを機に買いました。やるべきことって3つ以上あると、あなんかやること多いなみたいになっちゃうんだけど、ホワイトボードで見るとなんだ3つしかやることないじゃんみたいな、とにかく前よりも自分の行動の効率がすごく良くなったの、心の余裕が生まれたので、まあ、776円ですし、もしね皆さんも同じような悩みを抱えていたら試しに使ってみてほしいなと思います。続いてのアイテムは楽天で購入したデスク、11,990円、幅が110センチ、奥行き45センチ、コンセントがついています。どうしても新居で机が欲しかったんですよ。っていうのも今までダイニングテーブルの上で作業とかしていたんですけど、やっぱりダイニングテーブルの上にパソコンを置いたりペンを置いたりとか仕事関連のものを置くとやっぱ毎回片付けるのがストレスだったんですよ。なので机は机、あのご飯を食べるテーブルはまた別っていう感じで分けたかったので今回購入しました。デザインはこんな感じで、私そのコの字のデスクが欲しかったんですよ。でコの字なんだけど本も置けるあのタイプのものが欲しいと思っていたので求めてた用途にドンピシャでした。でコの字デスクに多いのが収納が全くないっていう感じなんですけど、このデスクは2つ開けている収納スペースがあります。で私のデスクスペースとしてはこんな感じで、ノートパソコン、そして大きなモニター、これねこれもエルゴトロン XL っていうモニターアームを取り付けました。本当に全然違う、あの机はね買って本当に良かった。シンプルが一番今の時代おしゃれに見えるじゃないですか。なのでちょっとデスクを探してる方がねもしいたらね、このデスクめちゃくちゃおすすめだなと思ったので今月のお気に入りで紹介させていただきました。他にもね白と黒があるのでよかったらリンク載せておくのでチェックしてみてください。続いてのアイテムはロウヤのテレビ台、価格が 39,990円、購入先は楽天だったからなのか、あの完成品が届きました。その組み立てが必要なかったです。最高引っ越したては忙しいからねテラ像柄って言って大理石ほど主張はしないんだけど色と柄で見せるっていう感じのデザインになっています。左側が引き出しで、右側が例えば DVD プレイヤーだったりプレイステーションだったりとか、まあ、配線が必要なものはこっちのエリア。本当にこんなに可愛いテレビ台存在したのってぐらいめちゃくちゃ可愛くないですか。いやーあのね私その新居ではお金をかけない家具に切り替えたかったんですけど、やっぱりテレビ台ってリビングの顔
顔というかやっぱ存在感があるので、やっぱちょっとここはんー、まあ、お金をかけようと思って このローヤのテレビ台にしました。最近流行りの、まあ、韓国インテリアだったりとか、ちょっと海外風のインテリアがお好きな方にとってもおすすめのテレビ台になってます。まあ、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。もう本当にもう今日ここの新居で一番お気に入りのアイテムなので、もうぜひ見てみてください。続いての今月のお気に入りは、あらかわいい、あらかわいいフィカっていう、あの韓国のメーカーさんが作っている鍋フライパンセットです。単品購入だとちょっと高くつくので、あの7点セットで今回購入しました。セット内容としては、卵焼き用のフライパン、大きなフライパンと中くらいのフライパン、スープ用の取っ手が一つになっている鍋、そしてちょっとね煮込みとかね、そういう感じのサイズ感で使える鍋。となんで私がこのフィカを買おうと思ったかっていうと、もともとその鍋だったりフライパンを引っ越しを機に一式変えようと思ったんですよ。でなった時にやっぱ私ももうオタクじゃないけど、あめちゃくちゃ調べちゃって、そのコーティングの、まあ、種類というか素材によって、まあ、デメリットメリットみたいなので、まあ、最終的に私はセラミックがいいなと。なんかセラミックがコーティングが剥がれにくかったりとか、フライパンや鍋の寿命が長持ちしやすいっていうあの記事を見つけて、あじゃあ絶対セラミックがいいなと思って。そのコーティングってやっぱ使い続けていくうちにどんどん剥がれてきちゃうらしいんですよ。なので結構鍋とかフライパンの寿命って、まあ、短くなっちゃうんだけど、セラミックの場合はそのコーティングが剥がれにくくて寿命が長い、かつセラミックだと可愛い色のデザインのものが多いっていうね、ちょっと余分なっていうかいいメリットもついてきてたので、まあ、いいなと思いました。もう一個メリットとしては、セラミックってあの普通の鍋とかフライパンよりも2倍ぐらいね、まあ、分厚いらしいんですよ。なので均一に熱が通りやすかったりとか、少ない火力でもすごくね食材に熱を通しやすいっていうメリットがあるのと、あのセラミック全般に通じるものかわからないんですけど、このフィカではそのコーティングがあの有害物質を使っていないっていうところが気に入って購入しました。ちょっと高かったけど、まあ、長持ちするのであればっていうことで購入の決心に至りました。続いての今月の気に入りはこちらです。早食い防止用のフードボールです。あの今までね、あのプラスチック素材のこういうね、あの早食い防止の突起がついているものを使っていたんですけど、やっぱり洗ってる時になんかぬめりが取りにくいなと思ったので、ちょっと陶器でかつこのちょっと高さがあるものを探していたところ、お手頃な価格で見つけたので買いました。ちょっと犬飼ってないから人からしたらね、いやちょっとあそうですかって感じかもしれないんですけど、もしねワンちゃんがね、あのその早食いだったりで悩んでる方、そして洗ってる時のぬめりが取れにくいなって悩んでる方にね、いいものあるよっていう感じで紹介しました。デザインも割とね意外に凝ってて、こう見てちゃんとこんな感じでね、綺麗にちゃんとデザインがあるんですよ。はい。でね、斜めになっているので、その上からこうやってこうしなくていい、食べやすい感じに斜めになっているところもすごくいいなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。今日は新居引っ越し後初の今月のお気に入り紹介でした。それではこの動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。ルームツアー頑張って整えとくから見てね。